平成22年12月27日月曜日、総理大臣官邸で第10回となる地域主権戦略会議を開催し、出先機関改革、補助金等の一括交付金化、義務付け枠付けの見直し等について議論しました。午後、科学技術学術審議会の野依良治会長らによる表敬を受けました。28日火曜日、総理大臣官邸で第10回となる地球温暖化問題に関する閣僚委員会を開催し、地球温暖化対策の主要3施策について議論しました。平成23年1月4日火曜日、総理大臣官邸で年頭の記者会見を行いました。明けましておめでとうございます。今年が皆さんにとって素晴らしい年になることをまず心から祈念をいたしたいと思います。年頭にあたって私が目指す国の在り方について3つの理念を申し上げます。まず平成23年を平成の開国元年としたい、最小不幸社会を目指す、そして不条理を正す政治、この3点であります。5日水曜日午後、都内のホテルで行われた日本経団連日本商工会議所経済同友会の経済3団体が共催する新年祝賀パーティーに出席し挨拶しました。私はこの2011年という年は日本にとって、あるいは世界にとって大きな分水嶺だと感じております。 TPP をはじめとする貿易の自由化について、いろいろな農業の改革など課題がありますけれども、こうした課題を乗り越えて突き進むことがなくしては日本の再生はない、そういう思いで私も頑張り抜きたい、その一年にしたいと考えております。その後、連合の新年交換会に出席し挨拶しました。仕事をしたい人に仕事がないとか、あるいは貧困が拡大するといったようなことは許されてはなりません。不幸を最小化することこそ政治の責任である、これは私の信念であります。自分たちの安心できる社会に一歩一歩進歩したんだ、進展したんだと言えるような結果を出すために全力を挙げて頑張ってまいりたい。7日金曜日、総理大臣官邸で第3回となる食と農林漁業の再生実現会議幹事会に出席し、有識者ヒアリング、意見交換が行われました。